新4対1 DeNA。22日、宮崎。最後の打者、白崎を三振に仕留めると巨人菅野はグラブをポンと叩いて喜びを表現した。今季のチーム関東一番乗りでリーグ単独トップの4勝目。自分一人で投げ抜いて中継ぎ陣に休んでもらおうと思っていた、と充実感に浸った。プロで自身初となる3試合連続の中5日での登板。だがタフネス1は平然と力投した。6回を投げ終えると川口投手総合コーチから、どうする？と聞かれ、最後まで行きます、と志願した。終盤は、どんなことが起こっても最後まで投げる、と決意。6安打1失点。自己最多の142球を投げ最後までマウンドに君臨した。原監督は、関東は先発ピッチャーの一番の栄光、と手放しで称えた。10年ぶりのキャンプ地宮崎での公式戦でチームを勝利に導いた菅野。2月の宮崎キャンプでは背中を痛めた。だからこそ地元のファンにいいところを見せたかった。格別な気持ちです。と最高の笑みを浮かべた。